を磨くならセンスを磨け、帯ディレクターの大藤でございます。うちでございます。すいません、失礼しました。今日もね、はい、撮影で、ね、もう本当に一生撮影します今日は、はい、なのでちょっとこうテンションがおかしくなって、はい、しまっておりますが、季節のこう変わり目、節目節目にちょっと毎回毎回やらせていただいているんですが、はい、今回もですね、改めてカジャというブランド、ここにフォーカスをしてみたいなと、うん、今回夏前ってことで夏にこう使っていただけるような、まあ今から夏にかけてね、はい、もちろんまあオールシーズン使っていただけるものもあるんですが、そのカジャのですね、今から本当にめちゃくちゃ着れるよっていうものを中心にコーディネートを組ませていただいたので、はい、それをちょっと皆さんに見ていただきたいっていうところと、うん、あとはまあアイテムがどういう感じでどういう風なところがいいのかみたいなところをご紹介させていただいておりますんで、はい、これが俺足りなかったなって皆さんがこう思ってもらえるように、そういう動画になっておりますんで、もちろんカジャ以外のアイテムも使っているんですが、コーディネートのねヒントにしていただきたいなっていう風に思ってますんで、今回ねムードも含めていろいろこう考えてコーディネート撮らせていただいておりますんで、そちらの映像を皆さんにご覧になっていただければなと思います。それではコーディネート動画スタート、どうぞ。一つ目のコーディネートでございます、はい、リバーサイドで今回はいい感じでしたね。いい感じでした、本当にちょっとこう大人な色気と、あとはなんかレトロな、そういった要素を入れたのが今回のそのルック1でございまして、はい、まあ、これメキシカンピマのシャツなんですけど、はい、色が本当に独特なカラーでございまして、うん、ローズグレーっていう、はい、なかなかこう多分見ない色だと思うんですけど、本当に大人の色気っていうのを最大限活かしてくれる、そういったカジャのシャツでございます。そんなに生地自体も重たくないんで、全然この時期でも着れちゃうっていう感じのアイテムですね。これにリーバイスのピケパン517のちょっとこうフレアのピケパンっていうのを合わせてます。70年代の要素を現代に落とし込むっていう感じのコーディネートですね。足元はもう本当に軽めに B3 にして、小物ですね、そんなに重たくならないようにデシのポーチですね、はい、を持ってるという、シンプルではあるんですけど、色使いっていうところが本当に絶妙な色使いでございまして、なかなかこう大人の男しかできないんじゃないかなっていう、そういう色合わせに仕上がってるんじゃないかなというところでございます。これがまず一つ目のコーデという感じですね。はい、二つ目のコーディネートでございます。こちらはですね、本当夏といえばっていう、もうすごくこう分かりやすいコードでございます。トップスとショーツともにカジャのアイテムでございまして、上はあのリネンのダグアウトシャツ、ベースボールのシャツっていうところをファッションに昇華させてお作りしているというシャツですね。リネンなんですけどヘリンボーンなんで強度がしっかりとあるという、少しこう光沢もあるんで、本当に大人なその上品さっていうところが特徴のシャツでございます。まあ、これにボトムに関してはボーダーストライプですねのショーツを合わせてるんですけど、このストライプのショーツは60年代のこうハワイのボードショーツ、サーフボードショーツですね、を意識してお作りしているっていう感じなので、すごく軽快な印象っていうのがこのコーディネートではあるかなと。ブラックのシャツって結構いやらしくなるでしょう、はい、しかもなんかこう重たくなりがち、うん、それを本当に軽くしつつ、いい意味でいやらしさっていうところを取り除くというか、そういったコーディネートにしております。祭りっぽい感じで、いいね、でも大人リラックスって感じだっていう感じです、ね、本当に、はい。シューズはもう相変わらずのサンダルでございます、はい、B3 ですね、我らが B3 ですね、はい。まあ、これにあのニット帽っていうところを持ってくるっていうところが、ニットのベレー帽ですね、これは、はい、バスクっぽいというか、そんな感じのコーデに仕上げてるっていうのが2ルック目でございます、はい、3ルック目でございまして、はい、このシャツは結構カジャでは売れてますね、人気ですね、はい、もう名作ですね、ですよね、名作ですよね、はい、少しこうオーバーサイズに仕上げておりますオープンカラーのシャツなんですけど、まあ素材っていうのが結構特徴的かな、テロッとした感じのこうドレープ感のある素材を使っております。軽さもすごくあるし、あとは肌当たりとかっていうのもすごく良くて、
って着心地はシルキー、はい、はい、抜群でございます。まあ、これに先ほどのボードショーツ、うん、ストライプのボードショーツの色違いのマスタードっていうカラーですね、はい、やっぱ縦縞を入れるっていうところが、うん、やっぱ上品さがこうプラスアルファされるというか、うん、まあ、カジュアルなんだけど上品さっていうところがちゃんと表現できてる、そんなアイテムなんじゃないかなと。でこれも色合わせとしてはワンルック目とつながる部分がある、うん、はい、中間色っていうところでコーディネートを組ませていただいているっていう感じですね、まあ、マスタードとあとトップスはベージュで、これ上に帽子ハットなんですけど、これぐらい抜けた感じのハットをかぶることで少し夏の陽気なおじさんっていうところを、はい、演出できるよっていうところですね。こういう外しもあってもいいな、全然 OK じゃないですか、はい、でシューズに関してはまあホワイトのバンズですね、はい、オーセンティックを持ってきておりますが、もう本当にド定番のアイテムなので、こういった軽快なというか軽い感じのコーデをしっかりと引き締めてくれるというか、うん、そういった色合わせになっているというところでございます、はい。4つ目のコーディネートですね、はい、まあ、これはちょっと一番都会的で、まあ、誰もが結構こう真似しやすい、そういったコーデなんじゃないかなと、はい、ただ今回そのカジャっていうそのブランドにフォーカスするにおいて、ただやっぱりブラックコーデするのは物足りないというか、これあの新作でお出ししている T シャツでございます、はい、今までの T シャツと比べるとサイズピッチが少し大きくなっているという感じですね、うん、1枚で着ていただいてもしっかりとバランスが取りやすい、そういったサイズピッチにアップデートさせていただいております、はい、これ1枚なんですけど、うん、ボトムにですね、これシャーリングのパンツを持ってきておりまして、はい、これシャーリングのパンツがですね、見ていただくと光沢がある、うん、まあもうこれ白の壁にものすごく映える素晴らしいです、ね、素晴らしい、すごいシャイニーな生地なんですけど、はい、まあボトムに持ってくることであんまりこうやらしさっていうのがない、軽減されるというか、うん、上にまあ T シャツを持ってくるっていうのもまあ結構ポイントですね、うん、あのこれ上にシャツとかっていうのを持ってきてももちろんいいんですけど、 T シャツにすることでかなりこうカジュアルダウンされるっていうところなので、はい、まあこういうこう光沢がすごくしっかりあるシャイニーなボトムに関してはこういう T シャツさらっと1枚入れましょうよっていう感じでございます、はい、でまあ小物に関してはもう本当シンプルにサングラス、これユニクロのキャットアイのサングラスでございますが、はい、以前もねご紹介させていただいているアイテムでございまして、まあ非常にこうかけやすいですし、バランスもすごくいいっていう、そういうサングラスでございます。ブラックコーデで威圧感があるというよりは、ボトムから B さんってところがすごくこう軽快な素材感っていうところで、そこまで威圧感なく不良っていうよりは大人のブラックコーデに仕上がっているんじゃないかなという感じでございます。最後のコーディネート、はい、5つ目のコーディネートです、はい、もう原点回帰ですね、これに関しては。好きよね、でもね。そうなんですよ、上は新規でお作りしております、はい、新作でございます。以前はこれよりもう少し薄いダンガリーのシャツをお作りしてお出ししてたんですが、人気があって完売してしまったっていうのもありまして、サイズがねもうかけてる、ね、そうですね、今回お作りしているのはちょっとアップデートさせていて、シャンブレー生地でもちょっと色を少し残した感じのシャンブレーの生地にしていると。ボタンを以前と同様にキャットアイのボタンですね、まあこれは本当にワークというところがポイントで、カジャといえばやっぱり人生を共にするそういったブランドでございますから、このシャンブレーのシャツを5年10年と着ていただいて育てていただいて、いい感じの味を出していただくと、そういった着方っていうのをしていただきたいなっていう、これはもう僕からのメッセージも含めてこういった作りにしております。形自体はかなりこうベーシックな形で、まあ誰にでもハマるようなバランスにしておりますんで、皆さんのワードローブにすんなりこう入ってくるんじゃないかなっていう感じですね、はい、中に着てるのは先ほどフォールック目で着ていたブラックの T シャツの色違いのホワイトっていう感じです、はい、まあインナーで着ていただいてもこのようにしっくりくるサイズバランスになっておりまして、ボトムは久々に履きましたリーバイス501のブルーデニムですね、はい、ちょっとこう色
を残した、これメイドイン USA の 90s のレギュラーのリーバイス501なんですけど、はい、最近こういう気分もいいなっていう、まあ、海外見てもこういう色のデニムを履いてるおしゃれな人たちっていうのも現れ始めてるんで、はい、先取りっていうところでこういった合わせをもう一回やり直すっていうのもいいんじゃないかなと。全体的に色のトーンをやっぱブルーとかインディゴっていうところで合わすことで統一感がすごく出る感じなので、はい、まあ、この辺はボトム濃い色持ってきてもいいですし薄い色持ってきてもいいんですけど、僕なりのコーデとしてはインディゴブルー系の色で合わせると、そういったコーディネートになっております。以上おすすめの2023年夏のファイブルックでございます。はいはい、はい、まあ今回あのファイブルックですね、はい、しかもハーバーで、ハーバーでね、ハーバーで、いやいや撮らせていただいたんですけど、シンプルでありながら色使いだったりとか帯ではあんまり表現できないところっていうのを、まあ、カジャで表現できてるのかなっていうふうに思っておりまして、はい、個人的には夏結構僕もまあ今もそうですけどがっつりこう色物を着たりとかするっていう機会も結構増えます。そういった時に今見ていただいたこのファイブルックのアイテムだったりとかっていうのを取り入れていただくっていうのもいいのかなっていうふうに思いますし、全体的にすごくビビッドなカラーっていうわけではなくて、どちらかというとパステル、淡い感じの色だったり中間色だったりとかっていうのを、はい、まあ使ってたりするんで、なので比較的取り入れやすい、肌なじみがいいっていう、はい、そういったアイテムばかりだと思いますんで、そのあたりは皆さんのワードローブにスッとこう入ってきてくれるんじゃないかなっていうふうに思いますし、このアイテムベースでまたコーディネートをこう組んでいくと、またこれまでとちょっと変わった新たな自分っていうのも見出せるんじゃないかなというふうに思いますんで、うん、サイズ掛けしてるものもあったりするって、そうだね、はい、申し訳ないんですがチェックしていただければなという感じでございます、はい。コーディネートの中に新作の情報も少し入れさせていただきましたが、はい、カジャで、発売する新作で T シャツと、はい、あとはシャンブレーのシャツですね、こちらがですね7月の8日に発売となります。シャンブレーの方が32,000円、 T シャツの方が11,000円でございまして、どちらのアイテムもサイズは1から3まで3サイズの展開になります。 T シャツはまあホワイト、ブラック2色ですね。シャンブレーに関してはまあ1色の展開でございますんで、はい、先行でね、そうですね、先行でイベントの際に発売はさせていただいたっていう感じではあるんですが、この動画がアップされる頃にはもう間もなく発売っていう感じの、そういったアイテムでございます。こちらがシャンブレーのシャツですね。以前もダンガリのシャツを作っていたんですが、前回のものよりもちょっと色をすごく濃く残しておりまして、こっちの方がどちらかというとしっかりとした感じの生地になっております。色を残している分上品さっていうのも感じられるカラーになってますし、洗濯を繰り返したりとか、まあ、着用していただくことでどんどん自分の色に変わってきますし、はい、味っていうところもしっかり出てきますんで、それをやっぱりこう楽しんでいただきたいなっていうところでございます、はい、これ32,000円、はいはい、でこっちが T シャツになるんですが、 T シャツに関しては以前発売をしておりました T シャツと生地はもうそのままでございます、はい、生地がすごく良くてピーチっぽい感じ、毛が立ってるような、だからすごいソフトでかなり肌当たりのいい、そういった生地っていうのを採用しておりまして、帯とかとちょっと違ってネックのその詰まりっていうのもしっかり詰まってるっていう、はい、そういう T シャツになっておりますんで、綺麗に着ていただけるそういった T シャツですね、はい、素材感は柔らかいんで、帯のそのギュッと詰まった少しこうハードな素材っていうよりは柔らかくってソフトな肌当たり、肌触りになっているという感じです、はい、サイズ感をですね今回ピッチを少し広げて、はい、前回よりも、少し大きくリサイズしてお作りしてますんで、まあ1枚で着ていただいてもすごくいいですし、これウォッシュかけてるんでそんなにこっから縮むっていうこともないので、はい、このままの状態で来年も楽しんでいただけると、そういった感じのアイテムになっております。これは11,000円でございます、はいはい、新作の情報としてはこちらの2アイテム、はい、あまだあのこの先一応用意してはいるんですが、うん、今回のこの夏のタイミングで発売するっていうのはこの2アイテムになっておりますんで、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。では今回ですねカジャ
ずっとこうラインナップってそこまでこう変わってないです。新作がちょろちょろちょろってこうお出しするっていう感じになってるんですが、本当に普遍的なアイテムっていうのをお作りしているんで、どの時代もどのシーンでもどの年代でも全然こう楽しんでいただける、そういったアイテムになっておりますんで、これは自分のそのバリエーションとしてもそうだし、パジャが本当に好きでいてくださっている方もすごく多いので、引き出しをちょっとこう増やしていただくっていう、そういう感覚でぜひ見ていただければいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はですね、私がディレクションをしております、カジャの2023年夏のおすすめアイテムご紹介させていただきました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。お願いします。それでは、センスがあれば何でもできるよ。カジャ。カジャ。